お、ディスターブドウォード。何このなんか前に剣が浮いてるけど。あ、お、おん、あ、つまり お、これがフライ。待って、どれがどれだか教えてよ、みんな。あ、起こしちゃったのこれ、もしかして。あ、お、起きちゃったのか。これ板起こしたらまた倒せんじゃん、サバイバー。意味ないな。意味ないことをしてしまったが。OK。スフィアは発射しないと発動しません。え、発射って何？おー、はい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 。なるほど。ん？え？え？え？お？つまりよくわからない。オッケー！完全に理解した。よくわからないということを理解した。こことね。オッケー。短っ。お、待って、思ったより、俺の思ったより拘束時間が短い。板の拘束時間が。これでいいんじゃない？よいしょ。レイジハンドで板倒しを防ぐよ。ツインズとどっちが強い？さすがにツインズじゃね。ツインズってだってまあまあ強いでしょ、ずっと。でも、初戦で能力分かってない割にはちゃんと勝ってるから、いいんじゃない？忘れ去られた遺跡。あらよっと。これが強いね。これがシンプルに一番強い。板起こしが強いけど、板起こしすると板を壊せないっていうデメリットは一番だよな。ほれ、どういう構造になってるか分かんないけど、遠回りした気がする。あ、なんかいた。次のキラーのモチーフなんだと思う？早えよ新キラー実装日に次のキラーのモチーフ考えるのは早えって。気が早くない？あ、違うだ。違う違う違う。何やってんだお前は。起こすの早。起こすの早すぎて俺の脳みそがバグった今。それ、それ、一方通行だよ。なんかリッチ楽しくなってきたわ。俺、このキラー向いてる気がする。頭がバグるね。頭バグっちゃうね、こんなんやってたらね。ねやちゃんね、俺も今頭バグったもん。何が起きたって。俺も今、頭バグった。ネアが越えようとした瞬間に板が起きた。オッケー。ええやん、ええやん。でもなんかね、まだこの新キラー相手の読み合いを、サバイバーが理解してないだけな気はしてる。あ、このキラーの、じゃあこの能力ってこうすればいいよねみたいな多分読み合いがあって、そこを理解してないだけなんじゃないかという。カニバル何強化されたの？ちなみに。感触がすぐ終わるようになってた。ああ、それはいいんじゃない？なんか初心者がやっぱ使いやすくなるような調整は俺はしてあげてほしい。感触とかそういうミスった時のデメリットがでかいとさ、やっぱ初心者使いづらいじゃん。そこを緩和するってのはいいよな。ちょっと早くなった。ええやん。障害物にぶつかる範囲も狭くなった。ええやん。え、なんか全体的に
いやすくなったね。でもカニバルなんだね。まあカニバル強化ありがたいけど、カニバル以外にも、なんか、もっとさ、いろいろ、いろんなキラー強くしようよ。今一番つまんねえキラーって誰？曇り座が選ぶ今一番つまんねえキラー。シンギュラリティ。あと、リージョンの空振りで狂乱終わるシステム俺いらないと思ってんだけど、どう？うまいやつって別に狂乱空振んないからさ、うまい人がより強くなることないじゃん。初心者って結構旋回とかされてさ、狂乱空振ってリージョン使うのストレスになりがちじゃん。って考えると、狂乱空振りで終了しないようにする調整って、初心者に優しいいい調整。あ、こういうことだよね。あ、ちゃんとやれば、リッチ側そんなにポンポコダウン取れるわけじゃねえよと思って思う。あ、飲まれない。飲まれない。迅速強えだろ、これ。侵入者の苦痛必須だろ、これ。当たらねえよ。割と見てから避けられんな、余裕で。やっべ、これ間に合わねえ。間に合うんですねー。飛んでった。俺のラストチェイスでこれ回りきったんじゃないの？ MVP でしょこれ。任せてくださいよ。俺もうリッチ完全に理解してるから。リッチの強みと弱み完全に理解した。曇り座リズム帝国やるな。ういらポロポロ。でもお前めっちゃ面白いぞ。うるせえ、やめよう。ドン。俺は苦しんでる曇り座が好きだ。にルビー全勝ポロポロ。 GTA5 のヨガよろしく。久保井沢くん、グランドセフトオート5のヨガのミニゲームが全くできないで苦しみましたね。ありましたけどよく知ってんな。バイオ、私はバイオよろしくね。やだ結構普通め。バイオ1とバイオ5途中で逃げ出してますけどね。よく知ってんな。オーバーウォッチ、俺より弱そうな奴が入ってきて嬉しいぞ俺は。オーバーウォッチ全キャラで勝利するまで終わらない耐久配信俺途中で投げ出したね。ヒットマン、今夜はクソ多動症だ。ヒットマン2人殺せばいいのに俺500人ぐらい殺したけどね。巨大津波、俺が流してやるから安心してビル建てていいぞこれ野郎。俺が DVD とかすらやる前の YouTube 始めて2ヶ月ぐらいの時に投稿したシティーズスカイラインで巨大津波をビルで止めるっていう動画ね。2名よ、高難易度、じわーって、ニコロビーみたいな言い方。リリー・フランキー、真珠コーラは好きかー。久保井里麦わらの一部の新しい冒険が始まる。物語の舞台はついにポゴ2名へ。俺の配信に詳しすぎる。これ作ってるやつが。俺の配信を、に詳しすぎる。GTA5 のヨガで俺が全くできずに苦戦したのとか、誰も知らないだろ。誰も覚えてない。俺も覚えてなかったもん。あったな。リスナーの方が面白い。いや。じゃあ違うんすよ。これだけ言わせて。俺は、面白いリスナーが、面白いって思ってくれる配信を目指してんの。面白いリスナーがね、この配信見ようって思ってくれるような配信を目指してるから、面白いリスナーが多いってのは、つまり俺の努力の結果かもしれない。新キラーいっぱいいる？新キラー、あんまいない。なんであんまいないんだろうね。いや、ぶっちゃけ使っててクソ楽しいし、なんか今はまだサバイバーがリッチのことあんま分かってないから勝てるんだけどね。無双できるよ。あらら。あらら。もしかして曇り座サバイバーうまい？こういうのを後ろを見ずにやるのがやっぱね、俺はスマートだと思うのよ。
もう一周いける、間に合え、間に合う、ううまうま、ううまうま、でももちろんスマチャクね、こういうこと、ここまでがワンセンテンスだ。おい、スマチャクも強いね。新シャバイバー使っていいっすか、自分めっちゃハゲてるスキンがね、え、めっちゃハゲてるって、これ髪分けるのやめようよ。人間じゃないサバイバーって初めてか、エルフだけどこいつ。人間じゃないサバイバーは初めてなんじゃないか。いや、やばい。なんかエルフを人間じゃないって言うと、異世界のエルフを差別してる人みたいになってるな、俺。今の発言まずいか。異世界でエルフを差別していて、転生してきた主人公たちに成敗される差別主義者みたいなこと言ってない、俺今。危ない、危ない発言だったか。いつも通りじゃ、いや、俺別に差別主義者じゃないのよ。エルフは人間じゃねえとかやばい発言だったか。異世界だったら差別主義者として捉えられる発言だったわ。曇り座歌います。19です。これスキルチェックのグッドでも 2% 進むってこと？めっちゃ進むやん、めっちゃ進む、めっちゃ進むな発電機。これ強くない？壊れってほどでもない可能性はある。15秒ギター弾くのどうなんていう、15秒ギター弾いてる時間で回した方がトータルプラスなんじゃねえか説がない。新アイテムのロッカー使ってワープするやつやってみてほしいです。なんかさ、新キラー当たんないんだけど、もうみんな新キラー飽きてる。ダメ？マジで刺されたわ。いやいや、ちょっとぐらい俺のね、俺の演奏聞いてってよね。